皆さんどうもこんにちは、ダイタラです。やりましょうかマリオストーリー。さてね、今日なんですけどね、仲間のねランク上げ、実はあとパレッタだけ終わってないんですけど、パレッタのねこの能力を上げるブロックの場所、なんかミステールさんがね占ってくれるらしいんですよね。あー、よく来ましたねマリオン。あなたが求める探し物を華麗に占い見つけることができることが私ミステールの好機だつとんめ。さあ占って差し上げましょうか。お話します。スーパー金が足りないんだが2コイン、ま、金がないときはもちろんこれですよね。やりましょうか。パネルでーゴーというわけで叩きましょうか。で、クッパが出たら負けでしたね。やばい、俺もうこれミスったらお金ないんだよ。とりあえず勘で引いてみよう。ここまず1コインどうしよう、ここここいいぞいいぞいいぞ。さっきここで死んだんだっけ。じゃあ今回大丈夫。よーし、あと2個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 、5倍引か、引くぞ。5倍、これ5倍、あと1個あと1個、もう1個5倍引きたい。どうしようどうしようどうしよう、これドン、ゴブ、もう始まる始まる、やばい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 、これこれはやばい。ちょ待って待って、帰るわ俺。ありがとうございました。やべえ、金持ちすぎるぞこれ。さあお金持ってきたよー。あー、よく来ましたねマリオー。というわけで占ってもらいましょうか。スーパーブロックかな、多分この位置教えてっていう。スーパーブロックですね。うふん、わかりました。彼に占ってあげましょう。はーん、アンジョネコンダクサ、ハンジョナコマダノサ、ピケピピピピケピピピピピのピー、あーん、星を探し物見せたまえん。おお、このシーン俺初めて見るぞ。占ってもらうとこんな特殊演出あるんだね。ポコピーすげえこっち見てるけど、ポコピー元気かね。ジュゲームなんかずっとなんかもぐもぐしてない、もぐ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 。スーパーブロックが見えます。キノコタウンの地下深く、乗ったら沈む床の下、土管に潜って抜けた先、先を阻むのはメタルブロック、壊して登ればあるでしょう。だってあざます。キノコタウンの地下か、あの地下道に取り忘れがあるみたいだね。ポコピー行くぞ。さて地下にやってきたんですけど、乗ったら沈む床ってここかな。ここなんか壊したけど、でそこからどう行くのわかんねえんだよな行き方が。ねえ、とりあえず適当に歩いてみましょうか。ここのスーパーブロックは取ってるもんね。もうポコピージャンプするたびに上がってない、気のせいだ。あ、これじゃね、乗ったら沈む床って。乗ったら沈む床で、めっちゃなんかおるけど敵が乗ったら、もう闇クリボー程度倒したとこでね、何もくれないんだよね。あれ乗ったらなんたらのやつのこの先なのか。え、これどこつながってんだっけ。ちょ、ここら辺のつながりが全然覚えてないね。メットか、あ、待って、俺ここ来たことあったけど、昔ブロックあったから行かないんだわって言ってスルーしたとこだ。これか、取ってなかったやつ。よし、さあこれで最後ですね。パレッタ強化しましょう。ランクアップおめでとうパレッタ。さあこれで皆様全仲間がウルトラランクへなりましたね。ついにダイダラ最強マジマジ。お、ちょ、そういやお金あるからこいつに話しかけてみたらどうなるの。よう、こんにちは、レベーラ様だ。ありがとう。39コインでなんか能力アップしてやるけどどうだ。じゃあやってみようか。お願いします。よし、決まりだ。あんた能力最大値は一目が 15FP が 30BP が30、なんだ、やれ、や、決めてくれ。で BP、 残念だ、もうアップできないよどうせ FP も上げてくんないでしょねえ。でヒットポイント上げるって言ったらね、BP で FP 下げるでしょ。もう最低だよあいつマジで。さあそんなことは置いといて、今日なんですけどちょっとやりたいことがありまして、もうここに来たのでもう皆さんはお分かりいただけたかと思うんですけど、そうです、今からねこのゲームで最強の敵クラス、最強クラスの敵と言われてるブラックヘイホーを倒したいと思います。ブラックヘイホーとは、そう、黒いヘイホーである。終わり。強いんですよね。そうめちゃんこ、昔ボコボコに負けたんだよ。なんなの、宝箱には触らせないぞ、このお宝はあたちのものよね、やっつけちゃうぞ。戦おう。なに、やる気なの、あたちはマジで強いんだぞ、やるの。やるよ。なんと、チャレンジャー登場、よし行くぞ、やっつけちゃえってことで、
ブラック兵法やっつけましょう。さてあ、ちょっと待って、バッジとか設定しとけばよかったな。まあいいや。さあ、とりあえずクリオに見てもらいましょうか。こやつは一体何なのか教えてくれ。物知り。ブラック兵法だよ。死神兵法と言われてるほどきつい攻撃すんだよ。最大ヒット人は50、攻撃力は10、防御力0。アクロバティックな攻撃をすると攻撃力が12になるから上手に避けてね。強敵だから気合い入れて戦かからなきゃ。まあとりあえずね、攻撃は結構避けてくれるので、そいつを頼りに行きたいと思うんですけど、まあそんなもんかな。あとはね、ノリで戦っていけばいいのかなって感じですけど、なんかないかな。とりあえず時間よ止まれ、力を抜いてねっていう。力抜いたところで強えからな、さっさと倒そうぜもう運ゲーで避けて倒すしかねえんだよ俺たちには。もう今この状況下で、だから俺は連続ジャンプ、待って、連続ジャンプだけで倒せる説ないっすか。ないわ。10減らした。ほい、痛い。11、やばちょっと待ってちょっと待って、ちょっと鼻水出た今やばすぎるでしょそれ。雲隠れお願いします。はい、ピッポッパッポッピ。よし、さあこれでマリオがしばらく避けやすくなったよってやつだけど、だけどそれではマリオは死んでしまう。すっきり爽快、気分爽快やべえ。さあとりあえず体力ちょっと回復ね。じゃあ次のターンは避ける読みね。避ける読み、マリオ避ける、避けろ避けろ。はい、ガード、ナイスでガードしたけど死んじゃったので対戦ありがとうございました。は？いや、リベンジといきましょう。いや、もうわかった。もうわかった。全部わかった。あ、またバッチつけ忘れた。大丈夫。一ターン目からポコビー使うんだよ。こういう時は。いいけ、みんな。一回でも避けさせないと勝てないから。まず避ける。まず避ける。初手避ける。初手避けて、で、マリオはね、もちろん、ムキムキマリオくんで。ね、決めていきましょう。4、5、6、7、8。いいね。さあ来るぞ。避けろ。なんで避けれない。くっそ、いきなり重たいんだよな。さっきと同じなんだよ。でもガード成功してるのは見て取れるって分かると思うんですけど、やっぱ動きはね一回見たので、もう今後は避けれると思います。ただね、アクロバティックバージョンの攻撃力12の方なんで、でもいい、ガード成功して9食らうってなんか意味わかんなくて、なんか理不尽すぎるよな正直言って。さあ物知り行きましょう。一応ね、敵の体力だけ見ときましょう。残り40でしょおそらく。あーで、ちょっと待って、え、空振りしないんだけど敵、おかしないこれ。空振りしないじゃん、おかしくない。で次、じゃあでも俺もう避けないと勝てないから、もうゴリ押しするわこれ。で俺ゴリラ大体なります今から。次の攻撃は絶対避ける。マリオ避けてよちゃんと。よし、いいダメージ。でもう勝ちに行くので、レサレサ頼む。で、このターン避けたら勝ち。もう、むちゃくちゃな戦い方だな、ほんと。ほら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 。どうじゃ。よっしゃ、勝ったむちゃくちゃすぎるわ、この勝ち方。俺がね、これでミスらないっていうね、前提条件なんですね。もちろんミスるわけないじゃないですか、僕が。ゲーム実況界のプロですよ、プロ。よーし、というわけで対戦ありがとうございました。レサレサ普通のビンタでナメプいきましょう。ペチ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 。というわけで新予備兵法でブラック兵法撃破だぜー。経験値こっちもうゴリゴリすぎるな戦い方。見てみましょう中身です。ででどん、これパワープラスキットはめちゃくちゃ強い最強のバッチゲットだぜー。さあちょっとおまけでーすね。ブラック兵法はなんか簡単な倒し方があるみたいでして、なんかね、レモンと、もう一個使います。お菓子の素、これをね、二つ、作り合わせて作れるアイテム。なんだと思いますか？お菓子レモン。ね、レモネード。レモンケーキ。じゃなくて、これなんですよね。レモン飴。飴ができたね。キャシーが作った美味しい飴。これがね、なんかブラック兵法大好物らしくて、ちょっと渡しに行ってきましょう。これ普通に渡せんのかな？こんにちは。くんくんくん？あ、なんか違う発言が。レモン飴の匂い？あなたもしかしてレモン飴持ってるね。おいえおいえ。
わたち、それほちレモン飴ほちよ、お願い聞いて、レモン飴くれたら私のお宝あげちゃうよっていう、あげよう、ほれうれちー、幸せーどっか行っちゃったね、もらうね、じゃあありがとうね、はい、ガチャコロイン、パワープラス、マジでくれたわ、ありがとう、いいの、ほんと、もぐもぐ、おいちクリオ、こいつどう思う？見張りしてるブラック兵法だよー。ね、弱そうに見えるけどね。とても強いかも。めっちゃ強かったね。よかったね、レモン飴食べれて。俺も君を倒さなくて よかったよ。帰ろう。じゃあ次はちょっとノコジロウの お使いか、お願い何個か聞きましょうか。もうめんどくさいおじいちゃん。おー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 、よかったぞ、またまた私が飲み越えたことがあるじゃん、聞いてもらえるか。あの、何個あるの一体このお願い。おー、だと親切な若い者忘れたもんじゃないの。もう何回これこれ言ってんだろ、ほんと。何、なんだよ、聞いて、言ってくれよ。裏に出ることがあまりないで、正常に疎くなりそうで困るぞ、いろいろしろには自分、新聞がいいの。あんた、キノコタウンニュース見てくってくれんかの。それでその内容教えてほしいんじゃ。もちろん裏ニュースも忘れてないぞ。一刻も早く行っておく、ておくれ、頼むぞ。キノコタウンのあの看板見てくんだね、裏と表を。オッケーオッケー。看板はね、DR さんの家の前のとこね、キノコタウンニュース、サムイサムイ地方の新発見、クリスター神殿見つけるやつってね、これも前読んだね、確か。クリスター神殿を見つけて、マリオは奴らをやっつけたよって話。で、裏もあれだね、お星様ハートだおー、以下略だおーっていう。よし、これでいいのかな、フラグだったのかな。おじいちゃん、見てきたよ。おお、さすがマリオさんじゃ大したものちゃいぞい。そんなことがあったのか、助かったぞい。おかげでニュースで分かったぞい。家からあまり天文じゃから村の若い者の話題に寄り添えるとこだったぞい。俺といたなんだかあなたにこれやるぞい。なに、遠慮はいらん、とっておくがい。よいぞ。はい、チコイン。マジでお前、ええ加減にせん。おお、ちょうどよかった。またあんたに頼みたいことがあるんじゃが。まだあんの？もうええや。なんと親切な若いも無せなもんじゃないの。頼み物言うのは他でもない。最近調子が悪くての、緊急キノコが欲しいじゃん。それで高いやつや。もし持ってもこともあるじゃろう。どうしても欲しくてのなんとか持ってきて欲しいんじゃよ。どっかの店で売ってたはずじゃ。一刻も早く行っておきておくれ、頼むぞい。オッケーオッケー。え、でもなんか作れたよね。確かどうにかして。コメント欄でね、なんか結構書いてて、強すぎるからね、縛ってたんですけど、個人的に。これですね、キノコと、もう一個、カメ村で取れる葉っぱ、カメカメ葉っぱ、これ2個組み合わせると、できるらしいんですよ、やつが。キャッシー大活躍やな、今日も。いつも大活躍だよ。ありがとう、お待たせ、ママかしら、どうぞ。緊急キノコ！ぶっ壊れチートアイテム。これ50コインしたよね、確か。これがね、キノコ代5コインで買えるって、やばくないっすか？さあ、おじいちゃん持ってきたよ。もう、緊急キノコだよ。これでいつ死んでも、ひどいこと言うな、マリオ。俺や、言ってんのはごめんなさい。あ、さすがマリオさんじゃ大したもんじゃない。これで安心じゃんわい。安心したら元気を出てきたぞい、会長会長。やっぱ保険って大事ですからね、そういうの。何遠慮はいらん、取っておくがいいぞ。また1コインだ。そういえばあんた、遊戯場にはいとるかの。どうしたんや、おじいちゃん。あれ、おじいちゃんもらったやつで、今日めっちゃ儲かったよ。ありがとうね。あんた頼んだことを待っとる間に懐かしいもの見つけたんだぞ。これじゃこれじゃ、ゴールドカード。マジ？新しいゲームできんの？遊戯場何度も通った証じゃんぞ。これで あんたにやるわい。まあ、頑張って儲けるとよいぞ。ヒヒヒヒ。ゴールドカード、マジか。おじいちゃん、おじいちゃんいい人だったわ。さて、やってまいりました、ゲーム実況界一のギャンブラー大太郎、来ましたよ。ゴールドカード持ってます。ゴールドカードお持ちですね。では叩いてポンのフロアへ行ける土管出しましょう。何叩いてポンってね。新しいゲームですね。ゲーム楽しんでくださいね。あざます、楽しんでます。パネルでゴーね、これ難しいですよねって。頑張って。5ブロックコースがいいぞ。あれでめっちゃ儲かったから俺。くー、惜しかったぜ。どんまい。さあ行ってきます、ゴールド会員だいたら。何これ、これルール奥に書いてるのかな、もしかして。見てみましょう。叩いてポンのルール、ゲームが、スタートするとブロックが出現します。ハンマーで、あ、じゃあブロックでハンマー叩くと中身が出てきます。制限時間以内にこのピーチパネルを10枚出すとクリア。チョロポンやモムヘが入ってるブロックを叩くと少しの間動けなくなりますからね。制限時間は30秒です。え、やるに決まってんじゃん、こんなの。よろしく頼むわ。叩いてポンのフロアでーす。叩いてポンのルール説明しますね。さっき見たけどな、ブロックが出現するからね。ブロックをハンマーで叩くと中身が出てくる。ピーチを10枚出すとクリア。ね、チョロボンとかボム兵叩くと動けなくなっちゃいます。じゃあやってみましょうか。10コイン叩いて。
っていきますよ。叩いてーボーン1。やだー、なんか見えたんだ中身。2、3、ここ見えた今。4、あ、今見えた。またこことかどうだ。結構答え教えてくれんじゃん。あとどこ見えた。あと1個どこ。あと1個どこよ。見えんよ。ピエン、キャー、ピーチー、ピーチー助けて。頭にチョロボン乗った時点で終わっちゃったよ。時間切れでーす。え、これムカつく。ちょっとクリアするまでやります。クリアするまでやります。これピーチ見えたとこ叩くのが状況では、実はね、ピーチ見えたところを叩くゲームだと僕は気づきました。だからピーチをね、よいしょ、見える位置にいなきゃいけないんですよ。いた、ピーチ、奥、手前。またあと1個だけ見えへんパターンや。あと1個だけわからんパターンや。あと1個だけこの辺おらんか。ピーチいたー、勝ったぞー。終了ー、ゲームクリアです。残りタイムが2秒なので、コイン20枚ゲット。あ、秒数に応じてなんだ。え、せちがれえ。え、これ全然増えねえじゃん。これ絶対増えても毎回10枚20枚みたいな、ね、ちまちま稼ぐやつ用ですね。あの、男は黙ってこっちだと思いますので、皆さんはね、左の土管でがっつりと夢を見つけていきましょう。よし、で皆さん今回ここまでにしましょうか。さて大体ね、ある程度ね、回りやることは終わってきたと思いますので、次回からまたストーリー進めていきたいと思います。さあ、ストーリーはね、一体どうなるのかね。次回星を全部集めた俺たちは、どこに行くのかな、わかんないや。星のね、星降るの谷だったっけ。そこに行って何かすると思うんですけどね、それをやっていきたいと思いますね。次回乞うご期待。ブタちゃんぶり、ブタちゃん、なんか金ピカのブタちゃん、俺生まれるとこ見たいんだけど、いつか見れるんでしょうかね。肌色ブタさんだ、微妙だねこれね。肌ブーブーさんだね、あれトラブーブーさんと肌ブーブーさんでした。よし、それでは皆様、ご視聴いただきましてありがとうございました。おそば屋です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。